中村公園は、愛知県名古屋市中村区中村町にある公園。報告神社の拝殿と本殿を中心として、複数の池や児童向けの遊具などに加えて、豊臣秀吉に関する石碑、銅像や豊子誕生意及び加藤清正の銅像が配され、明治43年11月に、明宮義人新郎が来名した際に植えた、大正天皇を手植え松がある。また、 公園の一角には、中村公園文化プラザが立ち、名古屋競輪城とも隣接する。報告神社の東側に立つ石碑。公園に隣接する乗船寺が秀吉の生まれた地と言われており、明治16年に建てられた。現在の石踏みは明治44年に、当時の知事の直筆をもとにして建てられたもの。昔は、石碑の目の前に鳥居も立っていた。公園に隣接する。 妙行寺の地で生まれたと伝えられる、加藤清正が、出陣の際に、必勝祈願をしたとされるが、その一方で、名古屋城追記の際に、清正が、この社の大木を伐採したとも言い伝えられている。江南市小地野の旧家から移築した茶室で、豊か証は四畳半台目の席となっており、当院席は八畳の広間に八畳の土間が接している。毎月十八日には、 王国人ジャコン茶会見鎌として鎌がかかる。国の登録有形文化財に登録されている。昭和42年から置かれていた豊か清史にこう、検館を平成3年に改築、改称したもので、中村図書館、秀吉清正記念館、中村文化小劇場が置かれている。明治43年に建てられた旧迎賓館で、 名古屋市の認定地域建造物資産、国の登録有形文化財に登録されている。歌舞伎の初代、中村勘三郎は、中村の出身と言われていることから公園内に、中村勘三郎の生誕記念碑の像を建設しようと、中村区夢づくり実行委員会を母体とする住民団体、初代、中村勘三郎生誕像を、中村公園に建立する会が、 寄付金を募り混流したもので、2017年5月28日に除幕式が行われた。銅像の高さは2.8メートルで、猿若舞を舞う姿が表現されている。ありがとうございます。